続いて飛鳥先生、愛子様、T 代表をはじめスタッフの皆様、いつもなるほどとどこかで納得してしまうような、はい、びっくりする情報をありがとうございます。前回のお話の中で飛鳥先生はアマテラスとサノーの戦いを天界のミカエルとルシファーの戦いと同意義におっしゃっていましたが、うん、はい、釈然としません。サノーは私には本当はとても素敵な神様に思えます、うん、はいはい、それにこれからいよいよ復活活躍される神様だと思うのですが、はい、どうしてルシファーと同じと言えるのでしょうか、うん、私の頭は混乱しています。よろしくお願いします。実は日本には仕掛けがいっぱいしてあるんですね、うん、で日本はよろずの神々がいるじゃないですか、はい、でも最高神ともいるんでね、うん、最高の神はアマテラスです。でなぜ最高神アマテラスって言えるかというと全部御霊分けなんですよ。ヤオロズの神々は全部アマテラスなんです、うん、もっと言えば、はい、ソサノオもアマテラスなんです、はい、だから神社で祀られるんです。あ、なるほど。だけど聖書がベースですから、うん、聖書の中の神と悪魔の戦いも同時に加味してあるわけ、うん、でもここが大事なんですね。日本の場合は左右逆転、なんか陰陽逆転、うんうん、実は悪と扱っている左脳も実は共造反転させるとほら西が東になるように、だから鏡は全部神社参るときには拝む方に向かっているんです鏡は、はい、これは聖書にないですからね。日本の神道というのは、うん、聖書をベースにしながらなお深いものを記録するためには象徴とかあらゆるものを駆使するんですよ、はい、だからスサノオというのは黄泉に落ちるんですね、だからこれ地獄と思うでしょ、でもこれ死者を預かる神なんだよ、はい、死後の世界、はい、で持ってば死神ってイエスキリストのことなんですよ。釜を持って、なんか結びつきますね。目白に書いたのも最後の大釜を当てに降りてくるのは釜持って切り添えてくんだよ、あれ死神だから。でもわくわかんない、悪魔は人を殺すことはできないんですよ。人の生き死には神の領域なんです、うん、魂を与えるのも奪うのも神なんです。うん、これは聖書学的に言うとジーザスクライストなんですよ。だから死神はイエス。なるほど。だからこれ意外とねクリスチャンの人はほとんどこれ気がついてない。だからサノーも実はイエス、うん、という扱いに日本